人気絶頂の東洋ジュニアウェルター級チャンピオン藤武氏がフィリピンのコーテッツと対戦。今年こそは世界タイトルをと意気込む藤は看板のメガトンパンチを顔面ボディへ容赦なく叩きつけます。タフな強打者コーテッツもパンチを繰り出す暇がなく全くの防戦一方。3回藤は練った打ちからロープ際右のアッパーを決めた後強烈な左をボディに叩き込んでついにロープダウン。あっけないノックアウト勝ちで長打ぶりを示しました。